どうも、初めて花尾です。今回はですね、ちょっと一人で撮ってるんですけれども、実は昨日ですね、ちょっと事件が起きましてですね、まあ、僕とね、まあ、後輩で、買い物から帰ってきたんですよ。で、その時に、僕の家の玄関を、なんかね、めちゃめちゃガチャガチャしている人がね、現れたわけですね。で、管理会社の人かと思ったんですけども、明らかにね、もうドアをガチャガチャされてると。もうガチャ回してるんですよね。パズドラで言うと10連ガチャのみならず100連ガチャぐらいする勢いで、まあ怪しいなと思ったんですけど、まあ、結構ワイルドめな管理会社かなと思ったわけですね。で、まあ近づいていってですね、その玄関の前までね、車をピーって行ったんですよ。で、そんで後輩が、すいません、何してるんですかって聞いたんですよね。で、そしたら、その方が振り返ったんですよね。で、振り返って、マジで無言で、車のドアまで近づいてきて、そのまま無言で、こう、開けようとしてきたんですよ。ドアを。で、その瞬間に、僕らその恐怖を、もう、瞬間的に危機を察知して、そのままアクセルブーンって踏んで、ブーンって行ったんですよ。で、その後に、Uターンして、もう一回帰ってきて、再度、何してるんですかってこう、問いかけたんですよ。で、僕らが近づいていっても、ドアを、なんか無言でガチャガチャされてるんで、これはちょっとまずいなと思いまして、ちょっと警察にね、通報させていただいたんですけれども、その後の映像がちょっとね、残っておりまして、一旦ね、ご覧ください。どうぞ。ここに来るじゃないけど、この辺にいた方がいい。一旦ここで待っときましょう、一旦。うん、もうすぐ警察の方来られて、一緒に探してくれると思って。今日も。大丈夫です。まあ、こういうことはね、たまにあると思うんで。あ、すいません。何かの帰りだったんですか？はい。何買われたんですか？氷とビール。あ、ビール。あ、大丈夫です。あ、ダメですよ。違う方の家なんで。違う方の家なんで。あ、大丈夫です、大丈夫です。この家だったら大丈夫。この家だったら何回押しても。やばいやばい。財布とか持っておられないですか？うん。現金は持ってますけど。住所書いたやつとか。まあ、ないです。ないですか？一本間違っとるとかじゃない？あっちの奥の道とか。そう説あるよね。まあでもあんま動かんほうがええわ。まあそうね。何の動画？こういうこと初めてですか？はい。なんででしょうね、こんな急に。これわかんないですよね。これはでも僕の家なんで、でも鍵全然違うと思いますよ、これ。やってみたら出ますか？また全然入らないんで、なんか太さがそもそもなんか、全然違うんで、なので、ここはお家ではないということですね。もうすぐ一緒に探してくださる方が来るので、ちょっとお待ちいただいてもいいですか？はい。まず重たいんで、置いときましょうよ。はい。ね。開かないですよね。なんでですか？これは、僕の家だからです。そうなんですよね。加納さんでも奇跡的に鍵閉めといてよかったですね。いやー、本当に。いや、昨日開けたじゃないですか。やばいね。びっくり。俺は結構よかった。よかった。普通に俺らが先に帰ってなくてよかった。いや、ほんまそう。よかった、ほんまに。どうなんですか？ほんま怖かったもん、マジで。持ってこられた時はちょっと、ビビった。血の気が引いたな、あれはでも。倍よかったもんな。また始まった。はい。20時20分頃に、車で帰ってきたところ、扉をガチャガチャしてたと。結構なんか名前とかは自分で、そう、家の場所だけ分かる。ああ、了解了解。分かりました。了解です。ちょっと待ってください。はい。記憶の。結論としましては、お家が分からなくなってしまったというね、方でございまして、なんか悪い方とかではなかったので、そこは良、かったなと思います。正直この動画上げようか迷ったんですけども、なんか僕って結構セキュリティ甘めじゃないですか。ほんまに今回、ちゃんとね、鍵がかかってたから良かったんですけども、僕の性格だったら、
鍵が開いてることも、まあ、なきにしもあらずなんですよね。もし鍵が開いてたら、まあ、不法侵入みたいになっちゃうんで、俺ほんまにこの前のドッキリみたいに、俺の不法侵入ドッキリみたいにさ、冗談抜きで不法侵入になっていた可能性もありましたので、戸締まり大事やでっていうのが、まあ、今日の結論なんですけどもね、まあ、僕の視聴者さんは大学生の方が多いと思うんで、僕に似た視聴者の人も多いと思うんで、いざとなった時のために鍵はね、マジでかけといた方がいい。それが今日の学び。はい、というわけで、だからしっかり戸締まりやってもらって、あとコロナも流行ってるから、お口の戸締まりも大事にしなはれやー。せやかでこと